前来た時に電気人感センサーが行きの時だけ反応しなかったトイレの、いやでも帰り入った時さ大丈夫だったじゃん、前回来た時何年か前だけど、行きだけトイレ人感センサーつかなくて壊れてんのかと思ったら、でも今回着いたしあれは何だったんだろうかって感じでね。寒い、同僚村来ました。でも前回さあそこの名前あるところに子供がしゃがんでるように見えてて大騒ぎしたのに、今回は何もないね。なんであの時見えたんだろう、あんな風に。これ前よりフェンスって低くなってる、これかな、なんか前飛び降り防止のやつもっと高かったようなイメージあったんだよ。いやいやいや、そんなアホみたいな話ある？なんでなの、前来た時すげえ変な感じしたのにな、渡ってた時怖かったのに全然怖くないな。え、でも前も冬じゃなかった？いや、前は夏前だ、ゴールデンウィークとかそんなの。あれ、そんな時だっけ、ゴールデンウィークとかか。骨滝だし、見晴らし台。
ダム行ってみる。おーおー、見てよ、その悩み諦めないで打ち明けてください。でもなんか命の電話じゃなくてこういうの初めて見たかも。高津戸ダムだって。そんな高くないね。こっちは、こっちどうなんだ。どうなんだかね。分かんねえよ。やっぱダムの辺はライトなくても明るいな。行く上野球コードの登る電気はおじさんにはない。じゃあもういいか。だって上ダムのさ管理室とかでしょ。うん、展望台とかあるの。行ってみる。こっちから何だっけあれ。かつてのゆるキャログランプリの覇者ですよ、群馬ちゃん。嘘。群馬県のキャラクター、ゆるキャラの覇者なのあれ。グランプリで制覇したんじゃなかったかな。そう、大分グランプリ。へえ。埼玉県民としては小畑の推しと行きたいところですかね。何それ。埼玉県のイメージキャラクターです。あ、そう。白子の小畑です。初めて聞いた人の。あ、埼玉でやってね。えどうせそれでチーバ君は知ってる。だってチーバ君は有名じゃん。でも埼玉だってね、しょうもない観光のところとかで行けばコバトングッズとかあるんだ。きっとコバトンプリントした草加せんべいとかがある。ちゃんとやってるじゃん。
まあ埼玉っちはなんかコビティ好きじゃないけど。何それ埼玉っちって。また違うキャラがいいのか。フラッシーみたいなもん。コバトンの関連キャラクターみたいな。へえ。ペイントソフトで図形で描いたようなコバトンに対してなんかちょっと生物感があるから、そこがちょっと好きになれる。へえ。また地理禁止だって。でも真っ暗にするとさあ、雰囲気はあるよね。まあ、そうでもない？生物として暗闇にはある程度興味は覚えて叱るべきなんだけど。まあそうだけど。チェンソーマンで闇の悪魔強いのってそういうところだ。あ、そうなの。人間の根源的な興味がどうかなと。へえ。まあ案外歩けちゃうんだよな。でもまあ観光地だしね。まあ昼間に来れば風光明媚だ。川の風景が見られることだ。でも監視カメラあるよ、これ。こういうキャットしたことがいっぱいあるから。ほら、だって前さ、絶対これ、ほら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 。何？マイクとスピーカーだから違うのかな。え、前来た時さ、ここ真ん中立った時さ、音楽聞こえなかったっけ？流れなかったっけ？気のせい？見てないんだな。ちょっとそんな、いや、なんか僕以外の3人がえらいパニック起こしたとか。いや、1人増えてる。3人で言ったのに僕以外の3人だと4人いることになっちゃうじゃん。3人で言ったの僕以外の2人がパニック起こしたとか。いや、パニックじゃないよ。あれはびっくりしたって。マジで軽いパニックになったけど、その、あ、そうか。ランタンの麓のところまで来た時にしゃがんでる子供がいるって言うけど、実際の、だって、まあ、僕はいわゆるゼロ感なんだよね。全然わかりもしないから、その人だったら何を騒いでいるんだろうぐらいにしか思えず、ただただ困惑するばかりでしたからね。だって最終的に2人だしね、あれ橋渡ったのは。橋途中まで行って追い返してただけか。最後まで行かなかったもんね。なんかね、気持ち悪くて先に進めないって感じになっちゃってね。そういうのパニックって言うんですよ。なるほどね。いやでもあの時はめっちゃ怖かったな、船滝橋。わからねえ。いや多分どうむしろ異様に怖がる二人の方が怖いぐらいだ。マジか。いや多分探してみよう。動画撮ってたと思うんだよな、花テクバスだけ。あの心霊スポット一日めちゃくちゃ回った時。どうだろう、なんかその欄干の写真撮って霊感がある感じの人に送るとか、そういうくだりがあったようななかったような気がするんだけど。でも多分誰も送ってない気がするんだよね。そこで終わってた気がする。場に霊は集まるって言いますからな。もうよく分からんけどね。もうちょっとちゃんとそういう動画でもサイトでも見て勉強してください。まあね、霊感欲しいよね。あったらいいよね。どうなんだろう、その子供を見た時のパニックぶりから見て
持ってたら日々大変なんじゃないか。いやでも慣れでしょ、慣れでしょ、そこは。もしも行こうか。いやそんなパニックにはなってないよ、言えても。ちょっとみんなびっくりしてざわついたくらいじゃない。いや君らは深夜の公園で大はしゃぎしてまるで花火でもやってるかのようなテンション。まあね、心霊スポット行くの楽しいしね。僕はただただ眠いけどね。